はい、皆さんこんにちは。通訳案内士の横山です。今回は、奈良県生駒市の、生駒さんにやってまいりました。パチ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 ということでね、今ですね、生駒さんのね、宝山寺駅っていうね、駅の前におりますね。これがですね、ケーブルカーで日本一古いケーブルカーですね。本当に誰もいない駅ですけどね。宝山生駒ケーブルカーの仕組みってことでね、日本最初のケーブルカーってことですね。大正7年にね、運行開始ということでね。なんか子供受けしそうなね、列車もありますね。で、この宝山寺駅からですね、宝山寺に行きたいと思います。宝の山のね、お寺と書いて宝山寺と言いますけどね、生駒山にある、有名なね、お寺ですね。ここからのビューもいいですね。奈良市が見えますね。で、この生駒山っていうのはですね、奈良県生駒市と大阪府東大阪市のね、間にある山ですね。で、このね、宝山寺行く途中がですね、結構その旅館がね、たくさんあるわけですね。まあ色っぽいね、旅館がね、いくつかあるわけですね。観光生駒って書いてありますね。まあこんな感じでね、石段になってまして、非常に趣のあるね、階段ですよね。今ね、ここですね、生駒駅からですね、ケーブルカーで宝山寺駅ですね、山上までですね、ケーブルカーに行きますね。鳥居前駅っていうね、駅からね、ケーブルカーに乗ることができまして、今いるのが宝山寺駅と。で、宝山寺駅降りますとですね、こういった山道、坂道の山道になってて、宝山寺に行くことができますね。で、生駒山のね、山頂にはですね、遊園地もありますね。だからファミリーにもね、いいですよね。じゃあね、階段を登っていきたいと思います。なんかこのね、階段がすごくね、いい感じですよね。趣があってね、なんかちょっと群馬県のね、伊香保温泉のね、階段にちょっと似てるかなって思ったりしたんですけどね。やっぱりこの坂道、階段の坂道ってのはね、趣がありますよね。ほんと料理旅館がね、たくさんありますね。ここは占いでしょうか、仮想地層って書いてありますね。こういったね、料理もね、食べることはね、もちろんね、料理旅館ですからね、食事もできますね。おしゃれなね、キャフェもありますね。まあここはね、生駒山っていうのはちょうど京都とね、奈良とね、奈良と大阪の間の山なんですけども、大阪のね、商売してる人よくですね、この宝山寺にね、商売繁盛のためにね、商売繁盛をお祈りするためにね、来られるということで、
まあ、大阪の人にね特に人気があるお寺ですね。まあ、商売繁盛にご利益があるわけですね。あっつ。物件売ってますね。そばどころはお休みですと。このねこの参道の両側にねこの灯籠がありますね。石灯籠ですね。ここはね昼もいいんですけどね夕方もいいんですね。この灯籠にね火が灯されて、まあ火といってもね今は電気ですけども、すごくねこう幻想的な雰囲気がね醸し出されるわけですね。宝山寺駅から200メートル来ましたね。宝山寺また100メートルですね。山頂までは 1.4 キロ、この山自体はね600メーターちょいなんで、まあそんなにね高い山ではないんですけどね。いい感じですね、これね。すごく。整然とね、こう、灯籠がね、並んでますね。こちらはこんな感じで。奈良のね、市街地がね、見えますね。こっちが東側なんでね。奈良側ですね。でっかい鳥居がありますね。しめ縄もなでかいですね。なんて書いてあるんですかね。換気店って書いてあるんですかね。来てみたいですね。ここにドネートした人のねお名前がねこう刻んでありますね。大正って書いてありますね。あのケーブルカーがね大正時代にね運行開始したということで本当に古いですよね。でこれがね生駒さんの宝山寺の、ね、境内図ですね。今ちょうど入り口ですね。ここからねどんどん入っていきたいと思います。ひたすら登るって感じですね。換気店根本霊場って書いてありますね。生駒山宝山寺1678年宋宝山誕会の開山、古くは年下山大正無道寺というと、絵本尊不動明王と奈良時代縁の行者が反逆通を行場としたと伝えられた。秘仏、大正換気自在天は昇天山と呼ばれると。所蔵品は献本着色弥勒菩薩像重要文化財鎌倉時代などがありますよということですね。換気ってのはやっぱねあれ換気点っていうね、まあ、神様ですね。自分自身が雪換気を作る。左右にこうドネイトした人のねこの石柱ですね、これね、がたくさん立ってますね。でここに
石像がね、いくつかありますね。線香のいい匂いがしますね。まあ本当に商売にね、ご利益あるということでね、たくさんのね、その商売のされてる方がね、ドネートしてますね。ここに鐘がありますね。牛年ですからね、牛の絵馬がね、飾ってありますね。令和3年。牛ですね、カウですね。換気天尊、神女って書いてありますね。ここにキャンドルスタンドがありますね。ここに立派な塔が立ってますね。金属製ですね。デコレーション美しいですね。でここにご祈祷の受付とね、あとおみくじが結んでありますね。でここにね、手水がありますね。ここにね、あの古いお札をね、納めるところがありますね。納札箱ですね。まあ古いね、お札とかおみくじをね、あのお守りをね、こういうところ納めるわけですね。まあ捨てると罰当たりますからね。ここに絵馬がね、たくさん飾ってありますね。心って書いてありますね。梅の絵とかね、牛の絵、松ですね、これね、描かれてますね。やっぱり商売繁盛をね、お願いしてる方が多いですね。あとこれは何ですか、草餅ですね。あ、草餅屋さんですね、これね。ちょっと今日閉じてますけどね。境内の中にあるんですね。ちょっと食べたかったですけどね。本日は終了しましたって書いてありますね。この時間で終了してどうするんだってね。まあ多分今日お休みなんですよね。草餅、境内の中にあるっていうのはいいですよね、これね。特別な許可をもらってるんでしょうね、これね。表彰状って書いてありますね。製造タバコ専売制度実施以来って書いてありますね。日本専売公社総裁ってね、いつの時代だよみたいなね。これいいですね。草餅ちょっと食べたかったですね。残念、残念極まりないって感じ。おみくじがね、積んでありますね、これね、たくさんのね。で、ここにお堂がね、ありますね。非常にこう立派な堂がありますね。不動明王をね、お祭りしてますね。ろうそく、ごまぎ、インセンスバーナーがありますね。中からね、お経がね、聞こえてきますね。ここに仏像があって、みくじがありますね、おみくじね。ここにおみくじ、インセンスバーナーですね。でここにもね、お堂がありますね。岩がね、向こうにあって、拝殿って書いてありますけどね。
中はね撮影できないですね。まあ大体どこもそうですけどね、お堂の中って基本的には撮影禁止ですから。ここにね鳥居がありますね。まあ神仏集合ですよね本当にね。ここは基本的にお寺ですからね、生駒山宝山寺ということでね。ここに狛犬がいますね。こっちは閉じてこっち開けてますね。すごくね線香のいい匂いがねしますね。線香の匂い私好きなんですよね結構ね。こんな感じでお堂がねこうたくさんねこう、立ち並んでますね。さらにね上に登っていきたいと思います。ここにも歩道がありますね。ろうそくとかね、線香をしてますね。文殊菩薩ですねこれね。文殊菩薩は第一知恵第一の仏で、私たちに生きる知恵、何が幸せか、何が尊いかということを享受してくだされ、特に学業中の者には勉学、記憶力増進などの諸願を叶えさせてくださる仏様でありますと。文殊菩薩ですねこれね。文殊様、いわゆる文殊様ですね。景色がいいですね。すごく眺めがいいですね。これはね観音堂ですね。礼拝所ですね。でここはね般若窟でね、昔円の行者が窟内に、本本の般若経を納められ、ここからね中はね入れないみたいですね。蜂の巣ありって書いてあるんですね。蜂の巣怖いですね。すみません、あそこの石仏は行くことできるんでしょうか。できないですか。妖怪所ですね、これね。お地蔵さんがね、いっぱいいますね。赤いよだれかけをね、かけてますね。多宝塔が猫にありますね。宝山寺多宝塔、
藍染明王がねご本尊ですね。塔の高さが46尺5寸、気候竣工がですね32年ってことは、1957年ですね。多宝塔がありますね。美しいですね。非常にこう鮮やかなね、赤で朱色でね塗られてますね。でこっからね、奈良の街並みがね見えますね。なんかここに家みたいなのありますね。誰か修行してるんでしょうかね。宝山寺多宝塔、夜間のお供えは動物が荒らしますので受付をお預けくださいと。ああそっか、そのね夜にねこのお供え物するとね動物がね取りに来ちゃうわけですよね。でそれはまずいですよということですね。宝山観音建立って書いてあるね。宝山観音建立、飲料不可って書いてありますね。水がね湧き出てますね。ずっとお地蔵さんがねいますね。五社明神、ああ神仏集合ですね。ここは神様ですね。神道の神様ですね。明神様ですね。東山の地神様ってことでね、まあ地主の神ですね。ローカルゴッド、ローカルダイアティですね。まあその寺のね境内の中にね神社があるっていうのはねよくある話ですからね。まあそもそもね鳥居があったりね狛犬がいたりしてるわけですから、まあ神仏集合の特色をねよく表してますよね。でここからね左に行くと梅屋敷っていうねケーブルカーの駅行けますね。太子堂、ああ弘法大師がねこの地で修行なされたと。でこのね弘法大師空海をね祀ってるわけですね。水子地蔵尊、水子の霊ですねこれね。ずっとねこれねお地蔵さんが続いてますね。ドネイトするねそのカンカンがね統一されてますね。なんかねボックスになってますね。なんかね皆さんよくね掃除してるんでしょうね。すごく手入れされてますね。ちゃんとね花も生けられてますね。
奥の院ですね。奥の院まで来ましたね。現在地案内板。目の前にあるのがね、これが奥の院の本堂ですね。不動明王をね、祀ってるようですね。ここに手水屋がありますね。大黒天がね、この奥にいるみたいですね。まだね、お地蔵さんがいますね、ずっとね。これがね、大黒堂ですね。昭和16年で戦前ですね。おみくじがね、ここにいっぱいかけられてますね。あ、景色いいですね、ここからね。ビューがいいですね。素晴らしい。大黒さんですね。酒塩、穀類を巻くことを厳禁しますっていうことはね、逆に巻く人がいるんでしょうね。やたら塩巻く、巻くのがね、好きな人っていますよね、なんかね。線香、ろうそく。まあ大体ね、仏教寺院っていうのはね、線香、ろうそく、あとは、生花ですね、生の花ですね、お供えするっていうのがね、まあ一般的ですけどね。こうやってね、おみくじのロープがあるといいですよね。ロープないとね、木の枝とかにね、結びつける人がいたりしてね、木が傷んじゃったりするんですよね。ここもね、ろうそくと線香がね、ありますね。で、これ御朱印もね、やってるんでしょうね、これね。お札が売ってますね、お守りとね。で、こうやってね、お供えするわけですね。ああ、奥はね、なんかごま炊きできるようになってますね。ここに不動明王のね、絵がね、描かれてますね。不動明っていうのはね、怖い顔してますよね。炎の前にいてね。怖い顔したね、神様ですね。これはね、開山堂ですね。1769年に、建てられたお堂であると。1678年に生駒山に登られ、宝山寺を開いたというね、その、宝山寺を開いたね、そのお坊さんをね、お祭りしてるわけですね。自分自身をね、こう刻んでるわけですね。今、開山堂。ちょっと開山廟に行ってみましょうか。廟ってことはね、簡単に言うと、まあ、お墓ですね。開山廟ですね、これね。50歳にして、登山を開かれたと。最初の10年の間に現在に近い時間を整えられたってことですね。で、そこからね、修行したということですね。あ、ここにね、お廟、廟ですね、お墓ですね。ここにね、像がありますね。四角いね、頭してますね。花がね、添えられてますね。備えられてますね。まあ本当にね、このお寺作るときはね、大変だったでしょうね。こんな山奥にね、山を切り開かないとね、いけないですからね。保安林、風致保安林。
福徳大神ですね。神様ですね。妖拝所になってますね。こっから拝むわけですね。妖拝所ってことはね、遠くからね、その拝むわけですね。まあよくね、そのお寺とかでよくあるんですけどね、神社とかでね、妖拝所っていうのはその遠くに神様がいてね、近くに近寄れない場合とかね、遠い場合にね、そっから拝むわけですね。東京院ですかね、これね。お墓がね、ずらずらずらっと並んでますね。木がね、うっそうと茂ってますね。まっすぐね、垂直にこう伸びてますね。手入れされてるんでしょうね。はい、ということでですね、今回はね、奈良県生駒市のね、宝山寺をね、散策しました。本当にね、山の中にね、あるお寺ですけどね、非常にこう、山からのね、景色もいいですしね、商売やってる方にはね、まあ、商売繁盛でね、いいところ、ご利益ありますからね、ぜひね、宝山寺ね、来ていただいて、参拝してもらえるとね、よろしいかと思います。